東京リアルをご覧の皆様、こんにちは。今日はスタジオにリサマリアブリティッシュバレエアーツよりリサマリアさんとルイさんをお迎えしております。今日はようこそスタジオにお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずこのチャンネルを見てくださってる皆さんに自己紹介をお願いできますか。まずリサさんの方からお願いします。はい、リサマリアです。でリサリーです。でイギリスから来ました。今はリサマリアビッシュバレアーズのプリンスボーです。はい、ありがとうございます。ではルイさんの方もお願いいたします。はい、通称ルイです。ちゃんとした名前もあるんですけど、はい、お願いします。そちらも浜村イタルと申します。はい、はい、でイタルっていう言葉が外国人の方に非常に発音しにくいのでルイと、ずっとも名乗って15年、はい、経ってます。はい、はい、分かりました。はい、ではですね、今スクールの方をバレエアーツの方をされているということなんですが、まず最初に主催されておりますバレエアーツの、リサマリアブリティッシュバレエアーツのスタジオについてご紹介お願いできますか。はい、何スタジオについて、スクールについて、今どの何人ぐらい生徒さんが。今はね120弱ですね。120人、うん、100人は聞いたことないんですけど、はい、創業して2009年11月に開校して、はい、まあ、それまでは岐阜、三重20カ所ぐらいあちこち毎日70キロ80キロ走ってたんです。はい、で2009年に、まあ、友達が不動産屋さん、はい、でその不動産屋さんにちょっといい物件ないかなって、うん、まあ、2人で夢を 3年でスタジオを自分たちに持ちたいって夢持って、はい、ちょうど3年だったん で実現されたんですね。ドリームカムトゥルーです。yes. だから電話して友達に、で物件探してると、うん、不動産屋そしたら、いやうち借りてよっつって、それが松坂だったんで、はい、その松坂の600坪の大きなところのちょっとスーパーの後、はい、オフィスの後だったんですけど、はい、まあ、それをきれいに更地にして、でここに建てるからっていうので、そこから始まったんです。はい、でオープンしたのが2009年の11月、はい、で今年で、まあ今年の11月で7年7周年、はい、おめでとうございます。で一昨年は5周年の、はい、大きなコンサートもやらさせていただいて、はい、大盛況だったんです。あ、はい、そうでしたか、おめでとうございます。では生徒さんの年齢を教えていただけますか。すごい幅広いですよ。2歳半から70代までいますね。女性の方がほとんどでしょうか。多いですね。うん、もう一人ほとんどの男はいますで、はい、バレエはされてないですけど、ピラティス のボディコンディショニングヨガみたいの、はい、やもしてるし、であとは子供も3人だけですね、はい、今けど、はい、もうちょっと男で増えてでもいいと思いますね。はい、ぜひね、男性の方もね、そうね、かっこいいですね。どんどんしてほしいですね。その旦那さんというか男の方は、はい、サッカー選手。あ、サッカー選手。やってる。うん、サッカー選手。で、娘はサッカーのためにピラティスをやってる。そう、トレーニングとしてってことでしょうかね。もうちょっとね。まだそこにしてるでコーチだったけど、まだそこにしてるから自分の体はね、ちょっと、まあ、あちこち痛くなったし、もうそんな若いにないから、どこのトレーニングはしてばいいで、ピラティスは聞いて、近くに松坂に、うちの娘はバレエとしてますから、はい、うちもしてたから。でも女性ばっかりとで息低いで、そうですよね。でもみんなね、すごく全然大丈夫で、ね、わきあいあいと楽しく、そうはい、ね、何よりですね。はい、はい、ではバレエということなんですが、私自身もバレエ音楽は大好きなんです。はい、でバレエ、そうなんです。私自身は先ほどね、インタビュアーのイアンのようにスポーツはしていないんですけれども、はい、
私は音楽が好きでクラリネットを演奏するのでよくくるみ割り人形とか、そうそう、そういったクラシックの、音楽の聴いたりとか、はい、演奏は好きなんです。はい、すごい。で、バレエについてはちょっとあまりわからない部分もありますので、どのようなバレエの種類があるのかっていうのをざっくり、バレエしかわからないので、どういう種類のバレエがあるのかを教えていただけますか。はい、まあ、もともとみんなクラシックバレエで、日本語で言うはクラシックバレエ、本当にクラシックバレエ、クラシックバレエ ね。で、クラシックバレエはもう基本のイタリアから来て、で、はい、フランスには大きに生みねってから、はい、ルネサンス時代ですけど、はい、ルネサンス時代ね、そうですね、はい、で、その時はもうどんどん大きになったで、まあ基本の白鳥の湖とね、クルミワール人形とそのバレエは、はいですね、クラシックにみんなわかるけど、うん、はい、あとロマンティックのバレエのエラもあったし、はい、でロマンティックの音楽もあるじゃないですか、はい、その時はショーパンとなんとか、はい、そのコンポーズに対してバレエで、それから20世紀に来てはネオクラシックバレエで、ネオクラシックバレエ、ネオクラシックはもうちょっとバレエのすごく決めたのステップと決めたのフォーマットですね、はい、だけどネオクラシックもちょっとモダン感じには幅広いにしてまして、新しいムーブも使ったし、体もっと自由に使ったし、ちょっと変わった、はい、だけどまだバレエはまだ踏襲に入って、はい、あとはモダンとコンテンポリーはまあ踏襲は入る入れなくてないし、あとは床の使い方は多いと、なんとかは自由に体の方はスカイルでちょっと違いますけど、うん、はい、そうですか。今、ブリティッシュバレエの方では、スクールの方では、はい、そのクラシックバレエの他にどんなレッスンをされていますか。クラシックバレエと、あとはモデンのシアターダンス、はい、ジャズと、ジャズ、そう、あとタップ、タップダンス、はい、あとナショナルダンスっていうのは多分、まあ、うちだけですね、民族の踊りのことです、はい、ちょっとフォークダンスと、はい、似てるのはみんな分かるかも分からないけど、フォークダンスならイメージできますね、はい、まあ、そうそう、ヨーロッパに、ヨーロッパ、ヨーロッパ大使にの国のいろんな国からのダンスを教える、うん、はい、その中には子供たちはもう試験がありますね、はい、うち、だったら試験の時はその国のことはちゃんと調べないと、どこはその国、世界で分からないね、ヨーロッパな、日本人の子供、そうですね、そうですね、そう、どんな喋るで、どの言葉を喋るは、知らないんですよね、何食べると、何、はい、服着ると、はい、そのぐらいの勉強です、ね、そうですね、すごくいいです、うん、で、みんなグループに一緒に踊るから、別にステップはそんなに難しいじゃないから、うん、すごく人気で楽しい、うん、楽しいですね、うん、楽しそうですね、うん、だからいろんなそうですか、はい、わかりました。で、そのバレエにもいろいろあるということなんですが、そのお互い関連していますか、close over with other dances、 so classical music、 そうですね、まあ今の時代はどん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 バレエからモダンコンテンポリーのピューリストは本当には別々ですけど、はい、本当にはどん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 統合されてる、うん、インテグレーション、ね、インテグレートになってから、はい、どんどんそうになると思う。そうですね、ね、今もバレエダンスでもロイヤルバレエダンスでも、はい、タップダンスも入ってるし、なバレエの中とな、モダンも入ってるし、はい、ヒップホップも入ってるし、はい、でネオクラシックはいっぱいになったから、はい、本当のダンスはもうアクロバットも何でもはしないとダメですね、はい、すごく前よりは、昔のよりはトレーニングは今ちょっとバレエだけにするともう足りないですね、うん、じゃあリサさん自身もさまざまな種類の、まあ私はね、バレエをされるんですね。イギリスに生まれたではありがたいと思うで、はい、ダンストレーニングのためにから、はい、ちっちゃいからはバレエとモダンとタップとそのナショナル民族とあとスパニッシュダンスと、はい、あとドラマといろんな知ってました。ちょっと尺ダンスもちょっと入ってったし、はい、コンテンポリーダンスと
それ幅広いのトレーニングがあったから、仕事を探す時と、はい、あのダンスとしてて、はい、プロフェッショナルダンスにしてて時では、すごくもっとオポチュニティな、もっとチャンスがもっとあるし、そうですね、世界が広がりますね。クラシックバレエだけだったらなかなかトップのね、何パーセントにじゃないと難しいですよ、はい、そうですね、うん、なかなか、そうですね、はい。でも日本でもね、あのシルク・ド・ソレイユですとかね、あのとても人気が出たりですとか、あ、いいですね、はい、うん、あとはね、あの日本の伝統的な、先ほどね歌舞伎の話が出ましたけども、はい、やっぱり若い人たちにもっと見てもらいたいということで、どんどん統合されね、進化していったり、うんうんうん、形を変えていって、いろんなお客さんを呼んだりっていう流れもあるのでね、やっぱりその辺も同じなのかなって、そう思いますね、はい、うん、私も歌舞伎版見に行ったけど、どうでした？何も分からなかったけどすごく面白かったでだけどね、若い人でどうかな今ね、そうですね、ちょっと変わらない、やっぱり全部チェンジしないと、ね、そうですね、ちょっとずつね、はい、まあ、そういった形でね、バレエ界の方もどんどん進化していったりっていう要素がたくさんあるところでね、はい、常にあのトップとして、あのダンサーとして、あと、子どもたちや大人を教えるためにですね、はい、日々努力されているかなと思うんですけれども、はい、その辺をちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、バレエというのはリサさんにとっては何ですか？何ですかってどうで答えてもいいかな。バレエは何ですか？はい、バレエはもともと、どうしてバレエが好きですか？ああ、どうしてバレエが好き、はい、うーん、どうしてバレエが好きになってバレエを一生、バレエは私の感情ですね、あの踊るとなんとか違うの世界に行きますね、はい、あの気持ち的にとエクスプレッション、はい、自分のエクスプレッションでできるでは、そのためにはバレエはマイライフですね。バレエはすることじゃないわ、ね、食べると寝ると当たり前と一緒で、はい、ではダンスのことです、はい、うん、じゃあもう自分の一部というか、う、生活というか、もうそうですね、仕事だけじゃなくて、そうですね、うん、それは多分大体ダンサーはそうと思う、はい、そんなにすることだけじゃないで、はい、それは自分の人生はバレエ、自分はバレエ、はい、ダンスね、素晴らしいですねそうですか。で、リサさんはやっぱりね、ダンサーとしての一面と、あとはお二人でね、ビジネスとして、バレエアーツを広げていくというビジネスをされているんですけれども、どうして日本でそのブリティッシュバレエをやろうと思ったんでしょうか？まあ一応私はね、結婚してたからは、はい、日本はとりあえずはいますから、はい、ね、もう教えて初めてここで、うん、でそれからあっちこっちに行って教えてに、はい、自分のルーツがね、あるはいいかなと思ったから、はい、どう？そう、難しいな何か日本でバレエを広めるにあたって、もともとね、僕はバレエ全然分からなかった、はい、僕はもうフォトグラファーの仕事をしてて、はい、でそのバレエの資格をね、はい、あるの知らなかったんです、はい、日本人ほとんど知らないと思う、はい、でイギリスどんな資格でしょうか、バレエの資格というと、まあ、例えばうちでしたら ISTD って言って、はい、インテリアルソサイティオブティーチャーオブダンシング、はい、英国、ね、ダンス教師協会の、はい、うん、まあ、ちゃんとトレーニングをして、はい、人に教えることができるライセンス、はい、うん、それをたくさん持ってた。でこれはもう日本で使わないいかんや、みたいなことを思い出して、それがない、別にないでもないスクールもあるわけですね。日本はないです。ですないですね。ほとんど少ないですね。だからちゃんと教育受けて、でちゃんと、まあ、ヨーロッパでちゃんと教育受けて、でちゃんと資格を取ってやってる人も日本人の中では、その ISTD の、まあ、チケッティっていう別のバレエですけど、まあ、何人かいらっしゃるし、あと RAD っていうのも約30人ぐらい、はい、日本人でこの資格を持って
活動してる人はいるけど、はい、もうほとんどのスクールが、うん、ないです、はい、まあ、先生からね、うん、教えてもらってで先生になってで、はそれジャパニースタイルでな、そうですね、試験もないしだけど、はい、ピアノとなんとか習うとまだグレードの試験がありますでしょ、ありますね、はい、もそうけど、うん、それはあるでもバレはないはちょっと不思議かなと思って、そうですね、イギリスで今すごく厳しい、うん、ライセンスのないの先生はもうほとんどもできませんので、そこはやっぱり違いますね、日本とイギリスの場合のバレエ教育の違いでしょうかね、うん、ね、あとは一番違うのは、はい、そのトウシューズね、あ、トウシューズ、はい、お母さんたちはもう早くははきはあのこの娘が履くのを見たい、ああ思ってしまいますね、うん、ドレスを着て日本で8歳ぐらいから、はい、まだ足がね、骨格とか筋肉もちゃんとできてないうちからもう8歳ぐらい履かすんですよ、でもイギリスでは、どうなんですか、まあ、例えばロイヤルバレースクールだったら10歳とか11歳とか12歳からロイヤルバレースクールは12歳から行くで、11歳12歳からでセカンドイヤーからはトウシューズ履くで、うん、でもそれはケースバイケースね、はい、それはそうです、ね、人の体の関係に、はい、まあ、うちのトレーニングは先生のトレーニングはその、ね、その体のフィジカルティとな、うん、筋肉の名前となんとかで全部そのトレーニングしますで、はい、専門学には3年のトレーニングしました、私ライセンスの取るために、はい、それが、人体生理学、解剖学、心理学、はい、バレエの歴史、そういう国家試験持ってます、だから、まあ、どこの筋肉はどうで、うん、だからそういったことをきっちりと勉強してるから、うちのそのバレエのレッスンの中では怪我はないです、あ、昨日から少しずつ外で転んで怪我とかね、はい、運動会のあの首体操、あれで怪我したりとか、それも外で怪我してくるのは多いんですけど、うちのそのレッスンの中での怪我はほとんどないです。そうですか。ただ、まあ、ちょっと気をつけてって言っても子供ってやっちゃうから、そうですね、無理をしてしまったりね、時はありますけど、大きな怪我は今まで、6年間あります、ね、そうですか、うん、ついね、やっぱりあのスポーツですとかダンスっていうと、うんうん、何か足をひねったりですとか、うん、そうそうそう、転倒したりっていうことがあるのかな、たまにはちっちゃいあるけど ね、オーバーユースとなんとかで、うん、けど長いに踊るね、踊らせてほしいからね、基本からは丁寧に少しずつ教えるで、もとあと長いには踊れるのためにはの、あのプリンシプルですね。そうですね、うん、やっぱり体を作っていくことが大事ですもんね、小さいお子さんですとか若い子ですね、 ABC みたいに最初 ABC ででは完璧からね、そうですね、書けるから、はい、一緒ことです、ね、ステップバイステップでね、そうがブリティッシュの、まあ、あのヨーロッパのスタイルの流れの方は違います、違いますね、うんうん、はあ、じゃあそういったあの資格をお持ちで活動されているということですね、はい、それはなかなか他のスクールにはない ね、 あの、まあ、ないですね、ほぼない形でね、やっぱそういった点をあの大事にして、うん、あの一線で活躍されているってことですね、これは私のプラスのことです ね、 もうどうしても日本人じゃないで、はい、日本のダンスのスクールも長いから行ったスクールはすごい大きなスクールはいっぱいありますけど、はい、それの対象にはコンペティションはできませんね、はい、からでも自分のブランド、自分のできることは、はい、自分のスタイルはしかできないですね、はい、そうですね、もうそれは日本とまだ違うから、はい、みんなは初めてから、ね、始まって新しいことだったら、これはなんでブリティッシュはそれは普通のバレエと違うでしょ、うん、一緒バレエですけど、そうですね、難しい、ちょっとね、そうですね、その他に何か運営していく側で大変だったことありますか、言葉の壁とか文化の壁とか、うん、文化の壁がやっぱり軸やね、どんなご苦労があったんですか、日本の教育がもうどんどんね、まあ、例えば中学校、まあ、うちの近所の中学校の先生が、はい、先生がですよ、はい、先生がですよ、はい、いや高校へ進学したいんだったら、はい、英数の塾へ行ってくださ い、 っていう塾の問題ですね、イギリスは塾はないです、それはフリータイムはフリータイムで、うん、塾はね切っても切り離せない問題になってきてますね、でもじゃあなんで学校があるのって、そうなんです、
かしいでしょ。そうなんです。じゃあ学校なくして塾だけでいいじゃない、はい、っていうぐらいカルチャーショック、はあ、そう本当にでね、トウシューズ履きました、はい、11歳、2歳で、はい、うん、でこれからもトウシューズ履いてからバレエが始まるみたいな、今から楽しみ私ね、はい、受験でやめてしまう。やっぱりやめてしまいますか。が多いですね。やめます、うん、今、まあ、今も頑張ってる子も言いますけど、はい、まあすごく傷ついたね最初は。そう、もう5歳からずっと教えてきた子が。どういう気持ちでした。だったらもううちのファミリーみたいですね、私の子供たちは私の子供みたいな感じです。ファミリーとしてね。そうだから、まあ、うちも自分の子供もいませんから、はい、もうそれね、でもスクールはファミリーです。スクールは私の子供みたいな感じだからずっと教えてで、はい、まあ、じゃあ今から楽しみに大きくなった、ちょっとできるようになったから、もう今からやめるで、塾とスクールは頑張らなあかんで、ね、へえもったいないな感じですね。もったいないそのトレーニングでね、もうダンスになれなくてでも、先生になれなくてでも、そのね、楽しみ、まあ子供でも楽しんだだったら、でも親はね、塾行けないとダメだから、バレーやめる、一番かわいそうで、かわいそうですね、うん、やっぱ受験、塾っていうあたりがね、うん、そのね、中学校、高校で出てくると、塾を取るか、バレエを続けるか、そう、両方は難しいんでしょうかね。そう、やっぱり決めるでしょ。イギリスだったら、もう、まあ、さっきはイエンさんと話したけど、もう大体ね、自分の趣味かなんとかに見つけたら、好きな趣味と好きなことだったらずっと続ける。はい、それはやめるは考えられないで、もうできるまでで、大学行ってでも、どこでも行ってでも、大人になったでも、大人のクラス行ってでも、か、その道に行くね、仕事が、どっちがにされるけど、急にはやめてしまうはないです、ね、そうですね、うん。私のスクールでも、英語を勉強して、まあ、4歳から来て、で、小学校をずっと教えて、ABC からね、はいはいはい。で、やっと話せるようになったね、伝わると楽しいよね。っていうことになると、やっぱり中学校になると、先生塾行くのでうちの子辞めます。一緒ですね。うちのピアニストもいますね。試験の時は1年2回は試験がありますね。後から先生来るとみんなに見てで、グレードアップにたまに、ね、ピアノみたいなのありますから、みんな証明書もらう。で、その時はピアニストはないとダメですね。そうですね。で、普通にはいつも使わないけど、うん、で彼女は一緒ことで言ったで、もうどんどん生徒が少ないなるから、うん、その塾のために塾ね、やっぱそこが大きな問題だったということですね。日本の教育制度が変わらないと。そうですね、うん、そこはね、やっぱりバレエ界、英会話業界でもね、同じような問題かなと思ってますね。うちグリスからで、なんで学校はそんなに足りないで、なんで塾行けないと、で、私たち塾行けなかったけど、うん、稽古ね、そうですね、できたで、大学行ったで、なんでってね、そうですね、違いますね。うん、やっぱり難しいですね。で、スクールの方では、レッスンの方では、言葉はどんな言葉を使っていらっしゃいますか？ほとんど、生徒さん、子供だってからほとんど英語です。英語で、うん、説明ね、難しいのことと、あと体的にの、はい、分からないと危ないと、筋肉と教えることは、まあ、日本語にしないと無理けど、はい、まあ、だんだん英語も分かってきて、そうそうそう、全て、まあ、試験も英語で、イギリス人は来る、教えるでは、はい、私みたいに前に立つ、じゃあ、はい、じゃあこうしてこうしてこうして、で点数は上げるで、その時は英語分からないと無理だね。無理ですね。あと、あとバレエはもともとステップの名前、はい、フランス語です、はい、フランス語始まってて、そうだからそのね、まあ、このステップこのステップだったらシャセ、パーデブレ、ギリサードで全部フランス語、はい、だからそれも両方の混ぜてる感じ、インストラクションは英語で、そのレッスンの基本のテクニックとなんとかはフランス語、はい、で、まあ、ちょこちょこ分からないところだけは日本語、はい、大人のクラスだったら日本語使わないと、はい、あ、そうですね、だけどそのフランス語のステップはフランス語しかないから覚えるね。そうですか、うん、じゃあ最初分からなくてもだんだん覚えていくという感じですね。そうですね、バレエやダンスを通してね、子供も早いですね、ちっちゃい子供もすごい早い、
すぐ英語覚える。それ楽しいでしょうね。楽しいダンスをしながら、ね、やっぱり言葉も自然に覚えていくって形でね。そう、自然ですね。ね、そうですね。そうですか。あともう一つお聞きしたいのがですね、リサさんは普段生徒さんを教えていて、はい、日本人はやっぱり自分の考えを言うとか、自分の動きを表現するというのは非常に苦手な方が多いと思うんですね。多いです難しい。はい、日本人の特徴なんですよね、はい、気持ちを出してはいけない。そう、日本の文化です。そうなん、文化なんです。しゃあないよな、しゃあないだけど自分を出してはいけない。皆さんに合わせましょう、同じ動きでいいです。そう今私な、羊のソーンがありますじゃない。あ、面白いですね、はい、私羊のソーンはありますな、ストーリーな、はい、一匹で、はい、サビの中で、はい、でたまにはレッスンの中にはじゃあみんなこれはショーン、羊のショーンね、わかるでしょ。じゃあユースで言うは、英語で言うでは、羊にならないでください。で、羊にならないでください。羊な、ストーリーは高いところは飛んでいくで死ぬだとみんなついていくでしょ。ああ、みんな一緒に動きますね、ダダダダダとね。だから、はい、それはダメです。ダメです。人生、子供たちわかりますか。まあだいたいそのイメージにするとわかるから。ちゅうことは、自分たちは、人はスルーだったら自分のしなあかんと。でもそれはダメです、はい、ね。自分の道考える、はい、自分の考えにください。それだけ私から勉強しててだったら嬉しい、はい。でそれと、まあ、ダンスはコミュニケーションですね。コミュニケーション、コミュニケーションのフォームですね、はい、もともとパフォーマンスアートだから、スポーツだけじゃないですね、はい、表現するだけじゃダメなんですね。一番メインの目的はステージに立つの人の前に踊る、はい、で、なんとかしたいってなんとかコミュニケーション、はい、たまにそれはストーリーがあるのバレけど、ストーリーない時もあるわ。エモーション、このバレはハッピーだったら、こんなに踊っただったら、このバレは暗いだったら、はい、ね、エモーション的にこれ中からもう顔だけじゃなくてマスクみたいじゃなくて、はい、中から出せないとダメです。だったらすごくそれ一番日本人は難しい。ちっちゃい子急に踊るで、じゃあ十に踊りくる際はもうすごい上手、あ、パンって、ね、そうですね、何も考えない。小学と中学で行ったと変わりますよ、はい、みんな変わるで、それ見るでどん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 ね、普通になるで、はい、みんなと一緒になるで。だけどうちの、まあ、モデルダンスの一つの種類にはあるで、ね、ちょっとグレード4か5ぐらいになったから、1,2,3 から4,5ぐらいになったと、10年踊るのところありますよ、はい、リズム的にミュージカリティ の, ジャッジにのために。だから知らないの曲はその試験先生は持っていくで、1回聴いて2回聴いてでは10年踊らないとダメです、はい。で最初にするとみんな怖、そうですね、ナーバスでね、何もしないし、で一人が多くてみんなついていく。だけどちょっと慣れたからはなると、と今私もでも何人はもう大好き、それところ。あ、そうですか、うん、へえ。そのところで起用できるできるような人もおるしから、知らないでしょうね、自分を表現するやり方とか、表現していいんだっていうことをわからないんでしょうね。知らないだったらね、それは教えないと。そうですね、教えた方がいいと思うよね、はい、だから自分の、まあ、自分の人生の中でもそれは自分のエクスプレッションで OK にはいいことと思う、はい、いつもね、バックにじゃなくて自分のイノベーション、はい、自分のクリエイトはできるは OK では、大きなプラスと思うよ。そうですね、うん、やっぱじゃあその辺でも普段から教えて出せるわけですよね、うん、自分の、そう、自分のカラーを出しなさい。もちろんみんなと一緒、時はみんなと一緒、そうですね、それも大事ですね、みんな一緒にしないとで、それのバランスが大事ですね。そう、そう、バランスですね。そうですね、そうですね。日本には国立のバレエ学校がないんですよね。ですね。で、日本には約民間のバレエスタジオがやっぱり5000ほどあるということなんですよね。はい。ね、これから日本のバレエはどういう形になっていくんでしょうね。そう、どんどんバレエは人気になったんでね、日本で、はい、
有名のバレエダンサーは宮久義秀さんと、あと哲也熊川さんもいましたからね、はい、今からどん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 上手になってし、コンクールにはもう勝手の人がいっぱいおるから、はい、もうロイヤルバレエカンパニーでもいろんなブロバレーあのいろんなバレエカンパニー世界では日本人いっぱいいますよね、はい、どんどん。だからまあすごくいいと思う、ね、そうですね、また変わっていくでしょうね、うん、そう、日本はそのマップになったんでね、はい、うん、いいと思います、はい、うん、そうですね。ではあの最後に私のちょっと個人的な質問なんですけども、あのリサさんやっぱりあのダンサーとして活動されていますので、そのスタイルを保つ秘訣ですとか美しさを保つ秘訣ぜひあのこのチャンネルを見てる皆さんに教えていただけないでしょうか何特に何を食べていますか、何を飲んでいますか、あ、まあ、あのちょっと心がけていますregular exercise of course、まあ、教えるだけでもいっぱい運動ですけど、はい、自分の、まあ、トレーニングね、ボディコンディショニングはピラティスとなんとか、あのちょっとウェイトネス側のトレーニングは、まあ、大体ほとんど毎日しますね。朝1起きてから大体1時間で、はい、あとはあの、まあ、ちょっとカリオのトレーニングとなんとかね、もう時間ある時は歩いていくとね、あとはあの、まあ、体の的ためには健康的にはあの食べ物、はい、気をつけるは気をつける、はい、甘いものも好きけどね、はい、洗剤大好き、洗剤が好き大好き甘酒、うん、が好きけど、まあリミットですね、あの何でも少しずつでいい、私も肉は嫌いから、はい、昔から食べないで、はい、魚好き、ね、魚はここには美味しいですね、はい、日本で、そうですね、日本の食べ物も基本的にはヘルシーですね、すごく、だから日本食も大好きからほとんどそれは多い、野菜は多いですね、はい、野菜と来るものはメインで炭水化物は少なくして、うん、炭水化物ね寿司食べに行くと、はい、どうするんでしょう、上だけ食べて、はい、ご飯はどうするんでしょうルイさんが食べるだからこれこれ、うん、まあたまにねパスタはね、イタリアに行くでパスタ食べるとそんなに全然じゃないけど、はい、基本的にはまあ野菜と車の方は多いですね、そうですね、うん、豆腐とね、はい、豆腐とすごくいいし美味しい、ここ美味しい、そうですね、まあ、その辺もね、あのやっぱりプロフェッショナルとしてきちんと、まあ気をつけないとね、そうですね、若くないから頑張りできるまでそうですか、はい、ではあの今日あのお二人が着ていらっしゃるユニフォームなんですが、同じものですね、まあ、そうですね、まあ大体私ねスタジオにいますので、こんな感じですね、はい、ちょっと見せていただけますか、ノートが入ってるやつですね、はい、アイスティリオ、はい、うちの今回のマークです、はい、でこれうちのこちらがね、はい、これは実写から作った、はい、あ、そうですね、私の写真から作ってで、はい、で、うちの、あ、はい、ミサマリアブリティッシュ、それはもともと私のサインから、あ、リグスは、あれ何スタンプ、ハンコはないから、サインですね、サインしますね、はい、自分のサインがあるから、はい、それは、ね、大体は普通には書くじゃなくて、はい、ちょっとそうですね、なんかね、カリグラフィーのように、そう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 、ね、それオリジナルな始めたということなんですね。はい。じゃあ最後にあのこちらのイベントについてフュージョンということですが、はい、今回のテーマはそう、うちの次のコンサートです。はい、9月11日であの第5回ってことですね。はい。はい、2016年9月11日松坂の、はい、日曜日ですね。はい。はい。裏木ホールですね。はい。もうもしね、あのダンスは好き人では分からないけど、はい、ちょっと見に行きたい、はい、興味あるの人は見に来てくださいで、初めての方でも楽しめますです、全然、ね、うん、まあ、どうでしょう、日本のスクールの発表会って、はい、そうなんです、はい、あの、まあ、結構商品集とかがあって、毎年同じ踊りを、そういうイメージですね、同じ踊りを、新しい子が踊るみたいな、はい、で一つの大きな幕があってとかって、まあ、発表するんですけど、はいはい、
うちはもう毎回毎回テーマがあって、はい、今回はフュージョンですけど、はい、第1回目がルーツとか、はい、で第2回目がレーブス、はい、まあ、フランス語で夢、はい、で第3回目がマスカレード、はい、第4回目がノスタルジー、はい、っていろいろこうそのテーマがある、はい、今回のフュージョンとはどういう意味で捉えてもらえたらいいんでしょうね。融合ですよね、はい、うん、融合ってことですね、まあ、世界平和を、はい、まあ、あの祈願してっていうこともあるんですよね。911が15年目な、はい、今年になりました、はい、まあ、あとはその中にはいろんなダンスがあるじゃないですか、はい、先に話したうちもいろんなダンスをするからタップとモデンとジャズとなんかのフュージョン、はい、あとフェリーストーリー、はい、あの話となんとかはフェリーストーリーのいろんなの混ぜてるあるしで、はい、それも教えるでその通してはいろんなテーマがあるけどうちの言うはみんな私は発表会は発表会の単語はここに使うから、はい、発表会ありますって言うでみんなね日本スタイルの発表会と思ってるから最近はあんまり使わないからみんな私に発表会見に行くと素晴らしいででもあの発表会よりはちょっとコンサートみたいですね。あのそうみたいですで。そういったイメージでね、あのお出かけになられるといいかなと思いますね。うん、まあ、いろんな踊りはバレエはでも全然興味がないでもタップでもね、モーデンでも、うん、曲もそうですね。スタンダードジャズから、はい、幅広く。クラシックバレエチもね、ポップスと、はい、いろんな入りますか。あと民族の踊りも入りますで、はい、それ楽しみですね。はい、そうだから多分。なんとか面白い、はい、あると思うよ、はい、ダンスはちょっとだけ好きでも、はい、おばあちゃんとおじちゃんたちは無理には見に来てでもみんな大体いつも最後まで楽しんでいるから楽しんでもらえますね。はい、といったイベントがねフュージョンというイベントがあるそうですね。はい、はい、では、今日はスタジオにお越しいただいてありがとうございました。ますますのご活躍をお祈りしております。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。